この物語は南家三姉妹の平凡な日常を淡々と描くものです。過度な期待はしないでください。あとスピーカーからは3メートル以上離れて聞き上がってください。だからそんなに離れなくていいんじゃないか。南家ただいまドラマ CD その2。柳井番号1、2、3、4、5。よし、全員いるな。さて、今日みんなに集まってもらったのは他でもない、実は相談があるんだ。相談？カナが相談なんて珍しいね。どうせろくなことじゃないんでしょ。いいや、今回はろくなことだ。むしろ深刻な問題と言っていい。深刻な問題？何があったんだ、南？うん、実は来週テストがあるんだ。へえ、テストあるんだ。かなちゃん大変だね。みゆきちゃん、私たちもテストあるからね。え、そうなの？同じクラスなんだから当たり前でしょ。大変、勉強しなきゃ。そう、勉強しなければいけないんだよ。というわけで今日集まってもらったのは。帰って勉強しないとね。そうね、かなちゃん、またね。待てー、今外に出るのは危険だ。え、なんだ、知らないのか。今年は近年稀に見る規模で風邪が流行っているんだぞ。なんかすごい感染力で去年の10倍とかなんとか。こんな時期に外を出歩くなんて自殺行為だ。風邪をひいてテストを棒に振るつもりか。じゃあなんで呼んだのよ。幸いニュースを見ていたはるかが薬局にマスクを買いに行っている。それが届くまでうちでゆっくりしていくといいよ。ついでにテスト勉強しよう。最初からこれが目的だったのね。学生の本分は勉強だぞ。勉強しようと言って何が悪い。でもカナは真面目にやらないから。今度という今度は真面目にやるって。次のテストでより人間らしい点数を取らないとまずいんだってば。じゃあみんなでテスト勉強しようか。そうね、勉強していくしかないわね。だね。あれ、そっか、コンビニでマスク買ってそのままカバンの中に入れておいたんだっけ。あっ、しまった。ここでマスクを持っていることがバレたら南との幸せなテスト勉強ができなくなってしまう気がする。藤岡くん、数学の教科書持ってる？え、どうかな。ちょっと待ってね。見つかる前に隠さないと。カバンの奥の方へ。ちょうどいいや。辞書の後ろに隠してと。よっと。はい、数学の教科書。ありがとう。なんとかごまかせた。英語の辞書学校に置いてきちゃったんだ。ごめんなさい、藤岡くん。持ってる？辞書？あ、ちょっと待って。辞書のページにマスクの袋が引っかかってる。もうちょっと、もうちょっとで。なかったらいいのよ。大丈夫だから。よし、取れた。マスクは仕方ない。もう一度カバンの奥に。はい、辞書。ありがとう。なんとかごまかせた。おい、藤岡、なんか面白い漫画持ってない？男子が好きそうなスポーツ系の漫画。ちょっとかな、勉強は？息抜きは大事でしょう。私が読み終わったらリコも読んでいいから。え、藤岡くんの漫画。藤岡、ちょっとカバン見せてね。ちょ、南、ダメ、ダメだってば。もう、ダメってなんだよ。もしかして私に何か見られちゃ困るものでもカバンに入れているのか。そんなことは。見られちゃ困るものが入っているんだよ。そう言われるとますます見たくなるじゃないか。それダメだってば。いいから見せなさい。ダメだって。なんでダメなんだろう。なんでも。ちょっとだけ、ちょっとだけだからな。ちょっとでもダメ。もうなんだよ。カーナ、真面目に勉強しないなら教えないよ。違うんだ、藤岡がカバンの中に女子には見せられない何かを隠して。そういうんじゃないから。
お？藤岡、お前息が荒いぞ。それは、みなみが。熱でもあるのか？どれ？みなみの手が、俺のおでこに。藤岡、お前すっごく熱っぽいぞ。あ、いや、これは。まさか。藤岡、脈を測るから手を出せ。いいよ。遠慮するな、ほら。みなみ、大丈夫だから手を離して。ねえ、おとなしくしろ。ちゃんと脈が測れないだろ。ちょっとカナ、藤岡くん嫌がっているじゃない。よくわからないな。リコ、私の代わりに藤岡の脈を測っといてくれ。私は布団の用意をしてくるから。布団？藤岡、体調悪いなら来なくてもよかったんだぞ。本当はもう風邪ひいていたんだろう。いやいやいや、風邪なんてひいて。悪かったな、無理させちゃったみたいで。みゆきちゃん、布団を運ぶから手伝って。はい。じゃあ脈を。藤岡くんの脈拍！いや、実はどうすればいいんだ。カナが勘違いしているのは分かってるけど、学生の本分は勉強だから。ごめんね、二人とも。お布団持ってきたよ。藤岡、大丈夫か？俺は別に。みゆきちゃん、布団敷くよ。はい。布団 OK。 藤岡、横になって。だから、どこも悪く。病人なんだから遠慮するな。さあ。うわあ。大丈夫だからな、藤岡。良くなるまでうちで休んでいくといい。はるかが帰ってきたら、何かうまいものでも作ってもらおうな。ああ、藤岡くんの寝顔、藤岡くんの寝顔、藤岡くんの寝顔、藤岡くんのレア寝顔。あ、かなちゃん、リコちゃんの顔も真っ赤だよ。藤岡の風が移ったんだ。大変だ。朝、リコも藤岡と一緒に横になって。病人なんだから遠慮するな。藤岡、もうちょっとお布団詰めて。リコが入れないだろう。いや、でもいいから言うことを聞きなさい。それ。ごめん、大丈夫？これで一安心だな。あとは容体を見守ろう。ケイコは大丈夫か？私は平気。完全に誤解を解くタイミングを逃しちゃった。けど、学生の本分は勉強だから。ごめんね、二人とも。藤岡、具合はどうだ？心配そうに見つめてる。みなみの顔を見てると。リコちゃん、具合はどう？その藤岡くんの横で寝てるだけで胸がドキドキする。頭がクラクラする。悪化してるよ、かなちゃん。二人ともしっかりしろ。大丈夫だ、きっと良くなるから。ドキドキ、クラクラ。藤岡、リコ、風なんかに負けるな。カナ、二人のそれは風じゃなくて恋の病だよ。って何言ってるんだろう。私恥ずかしい。カナちゃん、今度はケイコちゃんの顔が赤いよ。ケイコにも映ったのか。よし、ケイコもすぐに横になるんだ。これは違うの。ドキドキ、会議その9っす。第9回トーマを女の子らしくしよう会議。わあ、もう9回か。回数を重ねてはいるが、なかなか成果が出ないな。トーマの頑固さは筋金入りだ。一朝一夕でどうこうなるものじゃないだろう。誰に似たんだろうね。
うん、頑固さとは言い換えれば一途さとも言える。やはり男らしく魅力的なお兄さんの影響を受けたのだろうな。頼りない兄貴たちの中で育てば自分をしっかり持つしかないだろうからな。待て夏希、今の太刀にはちゃんと自分を入れたんだろうな。頼りがいはともかく、冬馬にはもうちょっと女の子らしくなってほしいよね。そうだ、冬馬の可愛さは疑う余地もないが、世間一般でいう女の子らしさという観点から見た場合、いささか問題があることもないかもしれん気がするからな。それってあるの？ないの？具体的にはどうする？頼りない兄貴にはアイデアがあるのか？今、頼りないと言わなかったか？あるのかないのかどっちだ？うん、やはりここは形から入るべきだと思う。形から？具体的には呼び方だ。トーマは俺たちのことを何と呼んでいる？兄貴。兄貴だね。世間一般では兄のことをお兄ちゃんと呼ぶらしい。お兄ちゃん？トーマは絶対に呼ばないと思うよ。何を言うか！トーマの可愛さは無限大だ。故にトーマの可能性も無限大だ。想像しろ、トーマが俺たちをお兄ちゃんと呼ぶ様を。トーマがお兄ちゃん？おい、夏希お兄ちゃん、腹減った、飯はまだか？もうすぐだ、待ってろ。おい、アキラお兄ちゃん、風呂掃除変わってくれ。また？おい、ハルオ、テレビが見えねえ、どいてくれ。違和感があるな。ちょっと無理あるよね。待て、俺だけお兄ちゃんと呼ばれていないぞ。お兄ちゃんだと幼すぎるのかもしれん。じゃあ兄さんとか？トーマが兄さん。おい、夏希兄さん、腹減った、飯はまだか？もうすぐだ、待ってろ。おい、アキラ兄さん、風呂掃除変わってくれ。また？おい、ハルオ、テレビが見えねえ、どいてくれ。さっきよりはマシだが、まだ無理があるね。だから俺だけ兄さんと呼ばれていないぞ。兄さんだと遠慮があるな。じゃあ呼び捨ててみる？トーマが呼び捨てか。おい夏希、腹減った、飯はまだか？もうすぐだ、待ってろ。おいアキラ、風呂掃除変わってくれ。また？おいハルオ、テレビが見えねえ、どいてくれ。しっくりくるな。結局いつも通りになっちゃったけどね。うん、なるほど。俺たちは根本的に間違っていた。どういうことだ？トーマを変えるためにトーマ自身を変えようとしても、そこには歪みが生まれてしまう。トーマを変えるためにはトーマを取り囲む環境を変えなければならないのだ。そう、変わるべきは俺たちだ。変わるべきは俺たち。腹減った、飯はまだ？もうすぐだ、待ってろトーマちゃん。風呂は空いてるから先に入ったら？トーマちゃん。トーマちゃん、一緒にテレビ見よう。さあここへ座って。いえ、間違えました。告白。今日は千秋の家で勉強会だぞ。何着てこうかな。ねえまこちゃん、今はまだまことだから。いや、今のは完全にまこちゃんだった。いや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 、よく見てくれよ、俺の体からにじみ出るワイルドさん。何かにじみ出てる？いつものまことだな。そんなことはないだろ、もっとよく俺を見てくれよ。それより内田はさっき何を聞こうとしたんだ？あ、そうだった。ねえまこちゃん、今はまこと、あと俺のワイルドさをスルーしないでくれ。さ、まことくんがまこちゃんだって知ってるのって私とトーマとかなちゃんだけだよね。そのはずだな。ヨシノは？ヨシノは保留にしておくか。保留にしておこうね。それがどうかしたのか？
秀一くんにはまこちゃんのこと話さないの？いや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 、話せないだろ、こんなプライベートなこと。話してないのか？友達がいのないやつだな。友達だからこそ話せないんだって。最近秀一くんとの付き合い悪くなってるんじゃない？そんなことないって。夏休みだってあんまり遊ばなかったんだろ。秀一寂しそうだったぞ。あれはカナのやつがまこちゃんで海に来いって言うから、ブラの日焼け跡があるまま遊びになっていけないだろ。笑うな。俺だって秀一ともっと遊びたかったんだ。だけど俺の体に刻みつけられた乙女の証がそれをさせてくれなかったんだ。元気出してまこちゃん。元気出せよまこちゃん。今はまだまことだから。でも秀一くんのこともなんとかしないとね。このままじゃ男らしさと一緒に男の友情もなくしちまうからな。それは困る。秀一は俺の大事な友達だ。いっそのこと言っちゃえば。何を？秀一くんに誠くんがまこちゃんだってことを。そうだな。そうすればまこちゃんとしても遊べるしな。ちょっと待ってくれ。そんなこといきなり言い出したらいくら秀一でも。秀一、実は誠はまこちゃんだったんだ。え、まさか誠が女装してるってこと？うん、大事な友達の秀一だからこそ打ち明けたんだ。まこと、これからはまこちゃんと呼んでくれ。まこちゃん。さあ秀一、一緒に千秋の家に遊びに行こう。ごめんまこちゃん、女装する人とは友達になれない。さようなら。秀一、待ってくれ秀一。ダメだ、最悪の未来しか想像できない。待て待て待て、誠は秀一を見くびってるぞ。見くびってる？俺の知っている秀一はもっとドーンと構えて揺るがないイメージだ。サッカーしてる時のあいつは冷静なポジショニングが売りだからな。そうかな。おう、だから誠が真子ちゃんだって言っても。秀一、実は誠は真子ちゃんだったんだ。大事な友達の秀一だからこそ打ち明けたんだ。これからはまこちゃんと呼んでくれ。まことがまこちゃん。さあ秀一、一緒に千秋の家に遊びに行こう。そうだねまこちゃん。じゃあ南の家で宿題やろうか。え、あ、うん。とこうなるわけだ。よかったなまこと。そんな冷静に受け入れられてもそれはそれで辛いんだけど。なんでだよ。お前がどんなみっともない姿になっても秀一は変わらない態度でいてくれるんだぞ。友達思いのいいやつじゃないか。今みっともないって言わなかった？トーマはクラスが違うから仕方ないけど、秀一くんの一面しか見てない感じがするな。じゃあ内田だったらどうなると思う？秀一くんって優しくていい人でしょ。その上付き合いもいいんだよ。だからきっと。秀一、実はまこちゃんは怒り悪。まことがまこちゃん。さあ秀一、一緒に。わかったよ、一緒に女装すればいいんだね。そうそうそう。秀一、これからはしゅうちゃんって呼んで。しゅうちゃん。なーにまこちゃん。あの今日はサッカーでもする？それよりお料理の練習しよう。もうちょっとでかつらむきができそうなんだ。とこうなるわけ。ならないから、俺の友達をいけない道に引き込むのはやめてくれ。でも誠くんがまこちゃんになったから秀一くんもしゅうちゃんになっちゃったんだよ。責任取りなよ。しゅうちゃんを決定事項にしないでくれ。あと責任ってなんだ？なるほど、流れに合わせて自在にプレースタイルを変える秀一ならまこちゃんに合わせてしゅうちゃんになることもありえるな。ありえないから。あと秀一のプレースタイルは冷静なポジショニングだから。まこちゃん、いい友達を持ったね。いい友達を持ったな。今はまだ誠だから。あ、誠。秀一。おい誠、チャンスだぞ。え、そうだよ、ここで誠くんが誠ちゃんだって告白しちゃおうよ。なって
なんでって、いつまでも隠しておくわけにはいかないだろう。そうそう、周一くんとの友情がどうなってもいいの？それは困る。だけど、言い出すためにはタイミングとか勇気とか、覚悟とか決意とか、いろいろ必要なんだ。バカ！そんなこと言っていつまでも先延ばしにできないだろ。そうだよ、今がまこちゃんのことを言うチャンスだってば。でも、まこと、今日ってサッカーできる？宿題すぐ終わるだろう。ね、あ、今日？おーっと、まことくんがグズグズしてる間に周一くんから話題を振られてしまった。どうですか、解説のトーマさん。まことって突破力はあるけどキープ力ないからな、よく出鼻をくじかれるんだよ。実況の内田さん。それが実はいろいろあったりなかったり。そっか、残念だな。まことくん、苦しい言い訳です。タジタジです。面白いくらいディフェンス下手だよな。まこと、最近付き合い悪いよね。それは今日はいっぱい遊びたかったんだけどな。まことくん、ピンチ。このまま男の友情を失ってしまうのか。これはもうカウンター狙いで言うしかないな、男として。それじゃあ、まこと、また明日学校で。周一くん、とぼとぼと去っていく。その背中はまるで千秋の家で一人ビールを飲むタケルおじさんのようだ。タケルってなんでいつも携帯電話握りしめて悲しそうな顔して千秋ん家に来るんだろうな。周一、まことくん、完全に動けない。その間に周一くんはどんどん遠ざかっていく。まこと、男を見せろ。待ってくれ周一。実は俺、周一に内緒にしていたことがあったんだ。内緒？ああ、すごくプライベートなことだし、こんなこと言って周一との男の友情にひびが入ったらって思ってずっと言えなかった。まこと、何を言ってるの？でも言わないで周一との友情を失ってしまうくらいなら、俺はお前との友情にかける。俺は、まことは今日周一に告白します。告り。周一、俺は、まこ、も、のぐゆ、ちょ、ちょ、タイム。今は、言うタイミングじゃないと思うんだ。どう思いますか、トーマさん。まことは決定力に欠けるからな。ゴール前でついついパスしてチャンス逃すんだよ。いや、今回はオフサイドだから、周一が巧みに仕掛けたオフサイドトラップだから、迂闊に攻めたら。グダグダ言ってねえで行けってば。まこちゃんって言うだけでしょ。まこと、今まこちゃんって。いや、それは、その、まこと、もしかして。違うな周一、俺は、まことにまことです。まことだから。まこちゃんって、前にみなみがまことにつけたあだ名だよね。女子にまこちゃんって呼ばれてるの？え？てっきり嫌がってるかと思ったけど、もしかして気に入ってる？そうなんだ。なんか響きがいいだろ、まこちゃんって、なあ。そうかな。あ、でも、もう一つのあだ名の、バカな子供よりマシか。バカな子供ってひどいよな。プレーンヨーグルトもひどいと思うけどね。これは今日はもうダメだね。これは今日はもうダメだな。みなみけ、会議その10です。第10回トーマを女の子らしくしよう会議。わー、もう10回か。10回もやってたのかよ。今日はトーマも参加しているんだね。口を出さないととんでもないことになりそうだからな。さて、第9回の時に行った呼び方の件だが、あれは失敗だったね。
トーマは向こうの南さん家に行ったきり帰ってこなかったもんね。3日間も向こうの長女さんに説得してもらってようやく帰ってきてくれたな。だが全てが全て失敗というわけではなかった。失敗だらけだ。呼び方という形から入る方向性は良かったはずだ。だからよくねえって言ってるだろ。そこで今日はトーマの外見を女の子らしくする方向で話し合うとしよう。あ、じゃあ髪を伸ばすとかどう？髪が長いと女の子らしいよね。髪が長い、サラサラ。俺は何を今何を想像していた？兄貴は黙っていろ。いきなりなんだ。ちょっと風呂掃除してくる。なるほど、確かに髪が長いのは女の子らしいと言えるな。でしょでしょ。俺は髪なんか伸ばさないからな。サッカーやるとき邪魔だし、風呂の後乾かすの面倒だし。トーマの髪を伸ばすと。何メモってるんだよ。忘れないようにメモをな。他に何かないかな。女の子らしい、女の子らしい。ふう、洗った洗った。夏希、お前にとって女の子らしさとは何だ？趣味でも特技でも、何かしてほしいことでも何でもいいぞ。してほしいこと。夏希くん、今日はしじみのお味噌汁よ。俺は何を？今、何を想像していた？兄貴は黙っていろ！いきなりなんだ。ちょっとしじみの味噌汁作ってくる。今日の夕飯はしじみの味噌汁か。トーマも料理とかしてくれたら女の子らしいのにね。余計なこと言うなよ。敬愛する兄に料理を振る舞うか。それは女の子らしいな。振る舞わねえよ。しかし、いきなり料理というのも難題だな。やはり、最初は手作りのお菓子的なものから始めよう。ある意味そっちの方が難しいだろうが。兄のためにお菓子的なものを作ると。だからメモるな。はぁ、あ。作った作った。おう夏希、手作りのお菓子を振る舞ってくれるのは女の子らしいと思うのだがどうだ。手作りのお菓子。夏希くん、甘いショートケーキはいかが？あ、俺はまた何を？今何を想像していた？兄貴は黙っていろ。いきなりなんだ。ちょっと生クリーム泡立ててくる。生クリーム。夕飯の方向性が見えなくなったな。トーマを女の子らしくする方向性は？それなら大丈夫だ。ちゃんとメモしてあるからな。メモるな。あと俺の話も聞けよ。そうだな。トーマはどんな女の子になりたい？今のままでいいって言ってるだろ。そんなことはない。お前だって日々成長し変わっていくんだ。今のままでは良くない日が必ず来る。そんなこと言われてもわかんねえよ。例えば、そうだな、トーマもいつか恋をするだろう。恋？そう、恋だ。素敵な兄たちに囲まれ育ったトーマのことだ。恋の相手も相応の人物になるだろう。例えば、背の高いハンサムで、メガネが似合うハンサムで、知的な大人のハンサムで、春の日差しのように暖かく包容力のある男。どうだ、想像できるだろ。全く想像できねえよ。トーマに恋の話はまだ早かったか。兄として嬉しいような寂しいような複雑な気分だ。こんな兄を持ってしまった妹の複雑な気持ちを察してくれ。冬来たりなば春遠からじというが、トーマに春はまだ遠いようだな。うるせえよ。さて、他にトーマを女の子らしくする方法だが。ああ、もういい加減にしろ。兄貴たちが俺の話を全く聞かないって言うならこっちにも考えがあるからな。ふん？ああ、これはまたあれだね。向こうの南さん家に行っちゃったね。しょうがないやつだな。向こうのお宅にご迷惑にならなければいいが。なんか今さらって感じもするけどね。今度改めてご挨拶に行かねばな。さて、会議を続けるぞ。え、まだ続けるの？やはり女の子らしさ。ショートケーキは難しいな。それを言ったら話し合う意味がないと思うんだけど。
はい、南ですが。こちらも南です。は、遥か先輩、どうしたんですか。夏樹くん、トーマがまたうちに来たんだけど、どういうこと。え、いえ、それは。どうしてトーマの話をちゃんと聞いてあげないの。今、千秋の炭酸を飲みながらふてくされてるけど。すいません、すぐに迎えに行きますから。今来てもトーマは帰らないよ。ちゃんと原因を考えて。原因。ああ、それは兄貴たちが。人のせいにしないの。トーマは夏樹くんの妹でしょ。お兄さんならちゃんと守ってあげなきゃ。申し訳ないっす。大体の経緯は聞いたわ。トーマを女の子らしくするっていうのはいいと思うけど、変なイメージを押し付けたりしちゃダメだと思うの。申し訳ないっす。男兄弟だからわからないこともあるでしょうけど、女の子って男の子が思ってるようなって。夏樹くん、聞いてるの？はい、聞いています。だからね、女の子らしさも大事だけど、女の子らしさの中からトーマに合う女の子らしさを見つけることが重要だ。うん、そうだね。トーマが帰ってきたらちゃんと話し合うとするか。トーマらしさ。南家。そうなんです。おはよう千秋。おはよう。顔洗ってくるからご飯お願いね。あ、おい、カナ、あいつ分かっているのか。千秋、なんか蛇口ひねっても水が出ないんだけど。今日うちのマンションは断水だ。はるか姉様が言っていただろう。そうだっけ。まあいいや、トイレ行ってくる。おい、あいつ分かってないだろう。断水だったらトイレもダメじゃないか。お風呂に残り湯があるからそれを使え。なあ千秋。うん。お風呂は体を洗うところであってお花を摘むところじゃないぞ。残り湯使ってトイレを流せって言っているんだよ。言わせるなよバカ野郎。さて、ご飯ご飯。おい、大変だ。台所の電気がつかない。それに冷蔵庫も動いてない。壊れたか。壊れていない、止まっているんだ。止まっている。なんで、またエコなの。エコじゃない、電気工事だ。電気工事ということは、うちのマンションは断水で停電だ。水も電気も使えないというのか。ガスはつくぞ。おお、あ、じゃあお湯を沸かして買い置きの袋ラーメンでも食べるか。沸かすための水が出ないんだけどな。買い置きの袋ラーメンを食べられないじゃないか。そう、どうしようもないんだね。そんなどうしようもない状況でうちの長女はどこに行った。もう出かけたぞ。こんな日に家にいても仕方ないだろう。さて、私も出かけるか。どこ行くの。うちだと遊ぶ約束をしている。お前が起きるまで待っていてやったんだ。感謝しろ。あ、うん、ありがとう。じゃあな。まあ、待て妹よ。なんだ、あまり自慢するところがない姉よ。あと手を離せ。今、このマンションは水も電気も使えない。すなわち、文明から切り離された秘境と言える。夕方には元の文明に戻るからな。そして我々はその秘境に突然放り出された遭難者だ。玄関から出ればすぐに助かるぞ。こんなコンクリートジャングルに姉を一人残していくというのか。お前も出かけなさいよ。あいにくと恵子も莉子もみゆきちゃんも都合が悪くてな。そのため今日の私のスケジュールは朝から晩まで寝て過ごすはずだった。じゃあもう一回寝てきなさいよ。目が覚めちゃったんだよ。面倒な姉だよ。なあ千秋、我々はあまりにも文明の利器に頼りすぎではないだろうか。頼って何が悪い。蛇口をひねれば水が出る。スイッチを押せば明かりがつく。お腹が空けばピッポッパーで出前が来てしまう。なんと堕落した毎日だろうか。便利でいいじゃないか。それが今はどうだ。ちょっと断水して停電したくらいで部屋は暗い。食事は作れない。トイレにも行けないんだぞ。トイレは行けるぞ。
千秋、この断水と停電が一時的なものでなくずっと続いたらどうする？そんなことないから安心しろ。文明に飼いならされ、生きる力を失ってしまった我々にとってこの状況はまさに地獄。しかし、この地獄を乗り越えることで人として一回り大きく成長できるのではなかろうか。間違いなく気のせいだから安心しろ。千秋、これは神が与えた試練だ。マンションの管理会社が定期的に点検しているだけだ。目覚める時は今だ。お前が目を覚ませ。私たちは私たちの力だけで生きていくべきなんだ。カナ、お前は何が言いたいんだ。せっかくだからサバイバルしようぜ。え、まずは食料の確保だな。食料食料っと。まずい、カナがこの状況を楽しみ始めた。こういう時はだいたいろくなことにならない。ここでカナを見捨てて私だけ避難するのは簡単だ。だがそうなると帰ってくる頃にはとんでもない大惨事に。そしてその後始末をするのは遥か姉様。私が残ってカナを止めるしかない。千秋、何か食べられそうなものはあるかい？非常用持ち出し袋の中に水と乾パンがあるけど。それを食べたら本当の非常時に困るでしょう。そのくらいの判断はできるんだね。それに食べたらはるかに怒られる気がする。そうだね、きっと怒られるね。何より用意された非常食を食べるのはサバイバルの精神に反する。お前の中にはめんどくさいルールがあるんだね。よし、買い置きの袋ラーメンを食べよう。お湯を沸かせないのにどうやって食べると言うんだ？この姉に任せろ。持ってくるね。持ってきたよ。持ってきたのはいいが、どうやって食べるつもりだ？お湯がないというのに。千秋、お前はいつまで便利な文明社会に生きているつもりだ。このサバイバルな状況を受け入れろ、現代っ子め。私はいつまでも現代っ子でいたいんだがな。お湯などなくても袋ラーメンを食べる方法はある。見ろ、姉のサバイバル術を。そしてちょっと自慢したくなるがいい。過度な期待はしないぞ。まずは袋ラーメンを開けずに叩いて中の麺を砕く。おい、そんなことしたら食べれないだろう。黙って見ていろ。適当に砕いたら袋を開けて中から粉末スープだけ取り出す。そうしたら粉末スープを砕いた麺に振りかけてシャカシャカ振る。シャカ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 。よーく振った麺を取り出すと、じゃじゃーん。これは砕かれた麺に粉末スープがまんべんなくかかってスナック菓子的なあれになっている。どうだ、ちょっと自慢したくなるだろう。ちょっとだけ自慢したくなった。自ら望んでサバイバルに飛び込んだだけあるだろう。さあ千秋、このスナック菓子的な袋ラーメンを食べようぜ。おう、いただきます。これはカラカラに乾いた味のない麺に濃すぎるぐらい濃い粉末スープがただかかっているだけだ。姿形こそスナック菓子的なあれだが、中身は全くの別物。一口食べるごとに乾いた麺が口の中から水分を奪っていき、濃すぎるくらい濃い粉末スープが味覚と喉をダイレクトに刺激していき、まずい、むせる。水、水だ千秋。断水中だよバカ野郎。千秋、生きてる？おう、生きてるぞ。喉大丈夫？おう、なんとかな。お前とやった酸っぱい食べ物限定しりとりのおかげで話せるくらいには回復したよ。よだれいっぱい出たね。すごいね、人体。袋ラーメンはちゃんと作らないとダメだね。作り方はちゃんと守ろうね。お腹
腹すいたね。結局何も食べてないからね。スナック菓子的な袋ラーメン残ってるけど、どうしようか。それは二度と手を出しちゃいけないと思うぞ。そうだね、二度と手を出しちゃいけないよね。来たよ。もう千秋がちっとも来ないから心配してきちゃったよ。大丈夫？おお、ごめんごめん、いろいろあって連絡するのを忘れていた。いろいろ？ようこそ日帰り南三地旅行サバイバルパッケージへ。サバイバルパッケージ？実はカクカクシカジカで断水中で停電中なの？カナがそれを面白がってな、マンションの中で遭難しているわけだ。そうなんだ。なになに？千秋吉野集合。どう思う？内田のことだ、自覚はないと思うぞ。たまたまダジャレになっちゃったパターンだね。ということは無罪か？知らなかったからといって許される問題じゃない。この凍えた空気の責任は取ってもらわなければ腹の虫が収まらん。では有罪か？情状酌量の余地はあると思います。では適度な有罪にしよう。おい、うちだ。何？はい、スナック菓子的な袋ラーメン。何これ、かなちゃんが作ったの？ちゃんとお食べ。うわーい、いただきます。まずい、むせる。これでよしとしよう。妥当な判決だな。名さばきでした。なんなのよ。千秋、お茶ちょうだい。断水中です。そんな。そういえばお腹が空いていたな。ご飯食べてないの？サバイバルツアーだからな。食料が確保できなければ食事もなしだ。厳しいんだね。あ、そうだ、私お土産持ってきたよ。お土産？うん、お母さんがいつもお世話になっているからって。はい、どうぞ。おー、念願の食料を手に入れたぞ。サバイバルに大切なのは頼れる仲間だな。ありがとう吉野。ありがとう吉野。では早速ご開帳。これは目が覚めるような鮮やかな黄色い直方体の物体が箱の中にみっしりと詰まっている。立ち上るこの甘い香りはさつまいも。これは芋羊羹。老舗の名品だって。ああ、ひどい目にあった。かなちゃん、変なもの食べさせないでよね。おすまんすまん、お詫びと言ってはなんだが、芋羊羹をどうぞ。芋羊羹？吉野が持ってきてくれた、感謝しろ。ありがとう吉野。どういたしまして。それじゃ、いただきます。むせる。芋羊羹の甘さはもろ刃の剣。美味しいけど無性に喉が渇く。飲み物が確保できないこの状況で食べるのは危険すぎる。千秋、お茶ちょうだい。断水中です。そんな。ジュースも買ってくればよかったね。じゃあそろそろ帰るね。またね。おお、ありがとうね。内田と吉野のおかげでだいぶ時間が潰せたな。もうすぐ断水も停電も終わる時間だし、サバイバルも終わりか。よく頑張ったな千秋。おーい千秋、生きてるか？千秋。おい千秋、千秋。喉が渇いて仕方がないんだ。喋らせるなバカ野郎。あ、ごめん。
わかったかバカ野郎。わかったのなら黙っていろバカ野郎。だいたい誰のせいでこんな苦労していると思っているんだバカ野郎。少しはすまなそうな顔をしろこのバカ野郎。バカ野郎ってつける余裕はあるんだね。うるさいぞバカ野郎。あ、ちょっとお花を摘みに行ってくるね。勝手に行けバカ野郎。まったく、カナのせいでほとんど飲まず食わずで一日経ってしまった。しかし被害は最小限に抑えた。袋ラーメンが一つ食べ物ではない何かになってしまったのは残念だったが、ほとんど飲まず食わずなのにカナはお花を摘みに行った。なぜだ？私だって今日はほとんど摘みに行っていないのに。まさか。コッポーケー。あとは、確か戸棚の引き出しの奥に。そこまでだ、カナ。千秋、どうして？やっぱりトイレには行かずキッチンに来ていたか。ほとんど水分を取っていないのにお花を摘みに行く必要なんてないからな。おかしいと思ったらこれだ。さあ手に持っているものを出すんだ。何も持ってないよ。往生際が悪いぞ。どうせ隠してあったお菓子的なものを独り占めしようとしているんだろう。違う、これは、これは。いいから見せろ。これは私が大好きな炭酸ジュース。なんでお前がこれを、まさかこれを独り占めに。違う、前に買いだめした時冷蔵庫に入りきらなかったのを思い出したんだ。今日は千秋に付き合ってもらっただろ。だからサバイバルの締めくくりに千秋の好きな炭酸で乾杯しようと思って。本当だよ、信じてくれよ。わかったよ、信じるよ。本当か？コップ、私の分まで出してあるからな。信じないわけにはいかないだろう。千秋、ありがとう。いいから乾杯しようぜ。おお。はい、千秋。おう。それじゃあ、サバイバルの締めくくりに。二度とこんな日が来ないことを願って。乾杯。ぬるい。まずい。おいカナ、私の炭酸になんてことをしてくれる。冷蔵庫って大事だな。大事だよ。氷を入れようか。冷蔵庫止まっているから冷凍庫も止まっているよ。文明って偉大だね。文明って偉大だよ。ただいま。おかえりはるか。おかえりなさいはるか姉さま。断水と停電終わったみたい。すぐにご飯作るから待っててね。はい。じゃ着替えてくるね。なあチョキ、何か忘れてないか。できれば今日会ったことは全部忘れたいよ。いやいやいや、そうじゃなくて。あ、チョキ、スナック菓子的な袋ラーメンどうした。あんなもの忘れたいものの第一位だよ。リビングのテーブルに置きっぱなしじゃないのか。はるかはどこへ行った。着替えると言ったからリビングだろう。はっ、まずい。あれ、なんだろうこれ。スナック菓子的な袋ラーメン。まあいいか、一つもらっちゃおうっと。いただきます。ダメー。南家。日曜集合。はい。今日の練習はここまで。みんなよく頑張った。はい。各自体を冷やさないように。ストレッチは念入りにやっておく。では気をつけ。レイ、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、男子バレー部は午前で練習終わりなんだ。むむむ。マキ、
穂坂先輩をそんなに見つめてどうしたの？見つめてないよ。睨んでるの。なんで睨んでるの？気持ち悪い企みを感じるから。さて、今日も行くとするか。南遥に捧げる料理を探しに。いらっしゃいませ。このスーパーもすっかり行きつけの店となった。野菜のセールは火木土、精肉コーナーは4時半からタイムセール、鮮魚コーナーの角にはアラが並んでいる。あれはカレーの妖精。今日は一体何の妖精になるんだ？サイコロステーキの試食です。いかがですか？サイコロステーキ。あ、よかったらお一つどうぞ。いただこう。はん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 。噛み締めるたびに肉がほどけ、口の中に肉汁が広がっていく。味付けは塩と胡椒のシンプルなものでありながら、いいな。だからこそ肉本来の旨味を最大限に引き出していると言えよう。夕飯はサイコロステーキよ。ガーリックソースをよこしなさい。おろしポン酢だろ、バカ野郎。塩と胡椒で味付けしてある。そのまま食べなさい、娘たちよ。ソースがないなら食べない。ソースがないなら食べないぞ。え、そんな、しょんぼり。ナッツ、いかがですか？ダメだ、このサイコロステーキでは俺の中の南遥は笑わない。はあ、すまないが、またの機会にしよう。またのご来店お待ちしてます。カレーの妖精が食べていたのはこれか、サイコロステーキ。あの、試食してもいいですか？あ、はい、どうぞ。はい、どうも。いかがですか？うまーい。一パックください。毎度ありがとうございます。喫茶店のメニューというのもなかなかに興味深い。ケーキやサンドイッチの軽食からカレーまで置いてある。カレー、カレーか。やはりカレーか。一家団らん、家族の温かさを表現する料理とはカレーなのか。ここの喫茶店ってメニュー多いよね。うん、旬の果物を使ったメニューが売りだから季節ごとに変わるんだよね。うっかり食べ損ねた時とか結構へこむよね。私はいつもショートケーキって決めてるんだ。けいこちゃん決まった？私はやっぱり旬の果物のフルーツタルトかな。リコは？カロリーが気になるから、こっちの軽いやつ。カナは？全部食べる。え？そりゃ全部食べたいけど、お金は大丈夫？カロリーもよ。お腹に入る？みんなで違うの頼んで分けっこすればちょっとずつ全部食べられるでしょう。おお、いいね、それ。カナにしてはいいこと思いつくじゃない。カナちゃんすごい。なるほど、少しずついろんな料理を食べる、そういう楽しみ方もあるのか。何よりも仲間と分け合うことで会話も弾み、笑顔があふれる。うん、一つ勉強になった。感謝しよう、名も知らぬ少女たちよ。会計を頼む。はい、3番テーブル様、お会計です。公園のベンチで試作にふけるのも悪くない。子供たちが戯れる無邪気な声、暖かな午後の日差し。俺もいつか娘たちと共に公園で遊びたいものだ。ん？もしもし。あ、母さん。うん、今日も仕事。サラリーマンか。休日出勤とは見上げたものだ。大丈夫だよ、今出先で休憩中だから。ちゃんと食べてるって。そんなに飲んでないし、体には気をつけてるからね。健康診断はちょっと引っかかっちゃったけど、しょうがないだろう、
付き合いがあるんだから。うん、うん、はるかちゃんのことだよね。はるかだと、まさか。大丈夫、妹たちも含めてみんな元気だから。妹たち。どうやら俺の知っている南はるかとは違うはるかのようだ。当たり前か。はるかという名前が一体どれほどこの世界にいるというのだ。うん、うん、俺もできるだけ顔を出すようにしてるから。これでも結構頼りにされているんだよ。お土産とかも持って行ってるし。土産？俺が行くのを結構楽しみにしていてくれてさ、みんなで玄関まで迎えに来てくれるんだよ。あの笑顔を見ると頑張ろうって思うよね。笑顔か。え？お土産を楽しみにしているんじゃないかって。うん、そういうところもなきにしもあらずかな。あーごめん、キャッチ本入ったから。あ、レイコさん、キャッチ本、キャッチ本どうやるんだ、めったに使わないからな。これか。レイコさん、いろんな料理を少しずつ盛ることで食べる楽しみを増やし、またおかずを分け合うことで会話は弾み、笑顔があふれる。また一緒に食べられないものにもお土産という形で渡し、喜びをお裾分けすることもできるだろう。はあ、素晴らしい。まさに理想の料理だ。そしてそれらの条件を満たすものはこれだ。マキ、アツコ、これを受け取ってくれ。え、これって…一品一品の量は少ないが、様々なおかずを楽しむことができる幕の内スタイル。その土地その土地の名品や旬のものをふんだんに使い、旅の思い出話にも花が咲くことだろう。見て楽しみ、食べて楽しめる。その名も駅弁だ。はあ、旅行へ行っていたんですか。ああ、湖が綺麗な場所でな。遊覧船も乗った。ほとりでは釣りを楽しむことができた。家族連れの旅行に最適な場所だ。いいものだな、旅行というものは。次に行くときは南遥とその娘たちと共に行きたいものだ。あの、娘じゃなくて妹。しっ、余計なこと言わないでいいから。この駅弁は俺の思い出のお裾分けだ。遠慮なく食べるといい。マキー、気持ち悪い。南か。